皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回は Steam で発売予定のこちらのザ・シグナルに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは未知の惑星でサバイバルですね、探索とかサバイバルをしていくオープンワールド型のサバイバルゲームのようですね。今回関係者の方にクローズドベータ招待してもらってプレイしていくんですが、残念ながら日本語には対応してないみたいですね。早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし、じゃあ早速やっていきたいんですが、まだこれ開発途中のゲームですよね。とりあえずプレイテストをしてみましょうか。来ましたね。おー、すごいすごい。これは宇宙船、あ、基地がもうできてんのか、ある程度。あー、なるほど。で、基本三人称なんですかね。いろいろ、あ、インベントリーとか、あ、チュートリアルとかもありますね。はい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 。あ、結構 Xbox のコントローラーでやる前提なのか。んー、これは何？ドラフトネーム。とりあえずびっくりマークついてるとこ行ってみましょうか。これは何？あ、スキャンしてる。おう。あー、これでリソースの場所がわかる系か。これは？あ、なんか取りましたね。なんだこれ。あー、スキャン装置か。あー、これを、ん？出してないのか。ビーグルとか、あー、こう、作れるってこと？あ、なるほど。もう、ゼロから作っていくのこれ。あ、はめた。フロントリアってことこれ。あー、素材を集めて、こう、クラフトしていける感じなのか。出てきた。ちょっと操作方法は難しいけど、あ、これでくっつきそうですね。あ、ついた。なんかいろいろあるってこと？あー、いろいろ選べる。ホバーホイールとか、キャビンとかもこう、自由にできるっぽいけど。あー、これが、レシピになるってことか。まあいいや、とりあえず素材がないと何もできなさそうなんで。この素材、アイコンがよくわかんないな。とりあえず今持ってんのは、スキャンのやつと、あー、ビルドモード ?3 番がなんかまたスキャンだな。materialize。4番が、あれか。フォルモードってこと？あー、これでいろいろ取れますね。キノコが取れた。ここら辺もいろいろあって、あー、なんか赤いもやが出てるの、なんだこれ。危なそうですね。ここはダメそうだな。とりあえずスキャンリソース、オブジェクトが出てんな。これでスキャンしていけばいい系か。なんかクラフトがすごい自由度高そうですね。あー、上にもなんかある。一人称はダメなのかな。あー、スキャンできた。パワーリレイ、電気をいけるのか。あ、このまま回収できるんですね。ピッケルとか必要ない。アルミニウム取れるな。あ、めちゃくちゃ取れた。そこにもなんかありますね。これもアルミニウムってこと？アルミニウムですね。特にピッケルとか必要なく、いろいろいけると。あー、あ、これ、ライムストーンか。で、
構鉱石系は多そうですね。あ？もしかして酸素メーターある？ちょっと息苦しそうな感じがするけど。酸素は、でも宇宙服着てるから、なさそうですよね。ああ、もう夜ですね。ああ、このエリア一帯は、酸素があるってことなのかな。でも特にメーターが出てないからいいのか。ああ、これか。これを広げるってこと？今のとこエイリアンみたいのはいないですよね。銅を探せ。アルミニウムはいっぱいあるんですけどね。そんなにいらない？アルミニウム。他の資源も。ライムストーンもどうなんだ？あ、ファイバー。この辺取ってってみるか。銅を探したいですね。これもアルミニウム。やたら動きは早いな。めちゃくちゃ足早いですね、この主人公。あ、そこなんかある。あ、これかな？あ、銅ありましたね。一応スキャンしとくか。はい。ワークショップ。ねえ、パワーリレーを作りたいですよね。あ、パワーリレーありますね。どうなってんのこれ。これでできたってこと？パワーとかにしときましょうか。ああ、これで、中で作るってことか。ああ、なんか一個出来上がったそれ。なんかこれか。ここで、いけそうですね。ダウンロード。で、パワー、これ今作ったパワーってやつを、置けばいいの？ん？投げるの？これを。ああ、できた。そういうこと。なるほど。なんかこのレシピみたいのも投げると出来上がるみたいですね。じゃあこのバイク、ホバーバイクとかもできてるってこと？ああ、すごいすごい。あ、これいいですね。あ、かっこいい。すにゃー、すごい。あ、いいですね。ホバーいいじゃないですか。なるほど。そういうクラフトか。煙すごいな。なんかいろいろスキャンしようって言ってる。煙で何も見えないの。すごいすごい。じゃあ結構クラフトはこういう感じでやっていけばいいのか。あー、すごい。エネルギー使うのこれ。早い早い早い。めちゃくちゃ早い。このホバーバイクいいですね。だいぶ遠くまで行けるけど。あー、でも結構使っちゃったの、エネルギー。一気に減ってる。あ、なるほど。あのエリアから離れると、エネルギーなくなっちゃうのか。やばいかも、これ。一度戻りましょうか。段差全然登らないぞ。ここら辺電力が供給されてないのか。やばいやばいやばい。そこの、青いエリア内は電力尽きてるけど、上がってますね。なるほど。じゃあこれパワーディレイでこの範囲を広げていく感じなのかな。あ、そういうことか。分かってきたかも。これめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。他にもいろいろありそうだな。徐々に徐々にこのパワーディレイを置いて活動できる範囲を広げる感じだ。あ、ヒーリングステーションとかも出してみるか。もう出し方が面白いですね。できた？あ？あ、これ？だいぶ小さいですね。あ、これで回復するんだ。これは拠点内にやった方がいいな。あともう一個は？あ、パワーリレーいっぱい持ってるじゃないですか。これを、またこの範囲に置いていけば、もうさらに先でも良さそうだけどな。はい。
つながった？あー、なんかつながってる。そっち側まで行ってる？あ、すごいすごい。あ、でも一気にエリア広がったんじゃないですか？すごい遠くまで行けるし。あー、それなんか出てんな。スキャンしとくか。あ、遠い。どうやったらその上行けるの？こっから行けるのかな？なんか基地がこっち側にもあるってこと？マップは？ないのか。あ、ここにある。あ、また、いろいろ入ってますね。いろいろゲットしたぞ。これは？何これ？動かないの。あ、ウォッチタワーとか、アウトポストとか来た。眺めの良さそうな場所に設置したいですね。あ、いろいろゲットしたな。こっちの方も行けるのか。はい。つながる？あ、ダメだ。遠すぎるんだ。難しいですね。じゃ、こっち側に。あ、だいぶ遠く行った。あー、つながった。すごいすごいすごい。これ全部つながってますよね。はいはいはい。そっちタワーとかここら辺やってみようかな。ここら辺もエリアになったっぽいんで。どんぐらいの大きさになるの？はい。おー、すごい。こんな建築も一瞬でできるんですね。最初に、その、レシピ作りでやっちゃえば、あとは、こういう感じでいけるんだ。おー、これは便利だな。ね、このエリア内だったら、どこでも設置できるってことですよね。アウトポストも平らなところをやってみようかな。あ、いた！ちょっとダメージ食らった。ここら辺いいんじゃないですか？でも、どういう感じになるかが奥までわかんないですよね。あ、ここら辺も綺麗ですね。マップ相当広い？はい。あれ？あー、いけたいけた。すごいとこにできたな。つながってですね。これ電力量とかはないの？トリプルプラットフォームってなんだろう？一個置いてみるか。あ？あー！三つのなんか段ですね。フェンス。これは？これなんだろう？あ？あー、上にできた！あ！なるほど。最初の場所にあったやつか。変なところにできた場合どうすればいいのか。壊せないのかな。あー、消せる。4番キーで消せるんだ。あー、それ便利ですね。戻ってきたの。あ、戻ってこないのか。でも壊したツアー戻ってこないと。あー、クリーチャーをスキャンしろって書いてある。あ、そっち側もう行けなさそうだけど、なんか歪んでますね、空間が。こっち側投げていくか。ん？ああ、いけたいけた。さらにエリア広げて、そこなんか空間歪ん、あ、この境界線歪んで見えるってことか。もう一個ホバーバイク。ここはいけますもんね。このホバーバイク使いやすいようで、ちょっと不便だな。下りは楽なんですけど、登るとき全然上がんないんですよね。あー、クリーチャーいる。ここら辺もうないんだ。ここら辺に置いときたいですね。あ、来た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 。これで、OK ですね。で、スキャンを、すればいいのかな。なんかいますね。ああ、いるいる。それ、襲ってきそうだけど。なんか肉食っぽいですね。襲われそうじゃないですか。ああ、来た！あ、待って待って待って。
Muskeg bear are extremely territorial and aggressive. They are attracted to great crafted muskeg fruit and will prey on sabers. Refer to your log for more details. あ、ないないね。どういうこと？それで死んでますよね。生きてる？なんかすごい叫んでるけど。はい。それで回復。なんかこのホバーに乗ってれば全然倒せそう。他にもいるクリーチャー。あー、ここら辺もつながりましたもんね。あ、向こう側になんか建物が見えるな。ここら辺は行けんですよね。あ、つながったつながった。川も流れてますね。そっちは建物見えたな。いろいろあるけど、あー、そこなんか電気マーク。あ、もうなくなった。あそこまでつなげればいいのか。武器とかこっち側であれしなきゃいけないのか。あそこいますね、さっきのやつだ。クリーチャーは2種類だけなのかな、今のところ。とりあえずアウトポストもここら辺に作ればここでクラフトできるってことですよね。平らだし、いいんじゃないですか。浮くんですけど。ちょっと浮いちゃうんだな。中入れるからいいんですけど。あー、これで、欲しい分だけダウンロードできますもんね。はい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 。ちょっと待って、出れないかもしれない、これ。これって壊せるの？あ、いかん、間違えた、もう一個置いちゃった。余計に出なくなったぞ。あー、いけたいけた。2つ壊したけど。ここら辺はまだ開発途中のゲームだから、荒い感じですね。あー、ここら辺やればそこまで繋がりそうだけど。あー？あ、壊された。あそこいますね、なんか。近づかないとダメな感じ？あー、襲ってくんの、これも。なんかライオンみたいな顔してません？よいしょ。ホバーホバー。なんか襲ってくるっぽいな。だ、早い。何この生き物。顔が、どういう生き物これ。倒したいんですけど。怖い怖い怖い。ホバーで引き殺さないと。やれた？あ、もうホバー触れたらもう一瞬で倒せんじゃないですか？あ、死んだっぽいな。ただそれホバーで引き殺してもなぜか生きてる判定になってるっぽいんですよね。うなり声を上げてるけど。ひどい、ぐちゃぐちゃですね。この状態でスキャンできれば一番安全だけど、あ、いなくなった。とりあえず向こうもね、あそこにもいますね、謎のクリーチャー。逃げてる？そこまでもういけんじゃないのかな。あ、ギリギリ届いてないのか。やっぱここら辺に送電線を置いた方が良さそうですね。いけるかな。それ繋がってないの。壊される。あ、壊されますね。どういうことだ。そいつらが邪魔なのか。なんか修理する系なのかな。
あー、つながったかも。あ、ヒーリングステーションとか入ってますね。あー、なんかしら素材もいっぱいあって、なこういう基地の残骸みたいのがいっぱいあるのか。ちょっと適当になんか作ってみるか。こういうことか。で、後ろはこのタイヤとかいけるのかな。あ、いけますね。こういう風につけられるってことですよね。あ、ついたついた。で、後ろがこれか。ついた？ここにエンジン置きましょうか。あ、置けた置けた。手作りカーですね。2番にした。あ、来たかも。はい。召喚。あー、来ましたね。すごいすごい。ちゃんとストレージもついてるし。ここに入ればいいの？あ、動き出した。あ、これいいじゃないですか。ちょっと待って。道かなんか作んないと移動できないと思うんですけど。あ、すごい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 。アフロカーですね。いや、車系は結構デコボコしてるから大変だ。でもすごい速いですね。めちゃくちゃスピード出る。はい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 。こういう感じで進んでいくのか。あ、雨？あ、すごい、なんか雷ですね。なんか燃えてる。なんだこの天候。あ、すごい天候変化あるんですね。すごい嵐になった。キノコが燃えてるけど、電気を帯びたってこと？あ、これはすごいな。あ、なんかいる、ゴーレム。なんかでかいゴーレムがいるんですけど、どういうこと？見てますね、こっち側。どういう世界なの、ここは。よくわかんないけど、武器も何もないですよね。なんだそれ。消えたぞ。幻？わけがわかんないな。あ、電力切れちゃいましたね。移動式拠点とかもうまくやったらできそうですよね。そういうの作りながらどんどん探索し、あとオンライン協力プレイもできるようになるのかな。とりあえずまだ開発途中のゲームなんで、今後のアップデートですね、期待したいですね。よし、とりあえず今回は一度この辺りで終わりにしましょう。